はい、こんにちは。今日はですね、ニコンの D3500 で、滝の幻想的な撮影の方法を説明したいと思います。まず、実際の風景はこんな感じで今、なっています。今、このように、三脚を使って、カメラを固定しております。で、まず心がけてほしいのは、幻想的な撮影するので、シャッタースピードをかなり遅くするので、ブレてしまうので、物体の三脚が必要ということは、覚えておいてください。次はこのようにして、できる限り低めから撮影しております。で、撮影の方法としましては、上のダイヤルをマニュアルにしてください。そして、今、設定がマニュアルにして、ここのダイヤルを回すと、今、ここの数値を変わっているのがわかるでしょうか。これでシャッタースピードを変えることができます。ここをね、できれば低くすれば低くするほど、画面がね、明るくなってしまって、幻想的な撮影はできるんですけども、あんまりここの調節が、難しくてですね、あんまり低くするしすぎると、伸びた映像も撮れるんですが、明るくなってしまうとか、調節が必要です。で、今回は F29 という設定をしております。それでいくと、シャッタースピードを遅くしているので、明るくなりすぎるので、極力、もうレンズの開放している、レンズを絞ってるってことですね。極力絞って撮影をしております。だから今 F 値の変更の仕方をここの上のダイヤルを押して、そしてここを回します。ここをすると今、変わってましたかね。はい。29が最高ですね。はい。これでチェックをしております。で、最後に ISO です。ISO も100にしてください。はい。設定をしましては、ここに I のボタンを押してください。で、今 ISO が、ここが ISO になっています。ここを縦に、一番低い100にしてください。こういうのね、極力、明るくなってしまうので、光を明るくするのを抑えております。で、あとはここシャッター押すだけなんですけども、まあできれば、テンプタイマーを押してください。できる、もう、シャッタースピードを遅くしていることですごくブレてしまいますので、セルフタイマーにすると極力ブレを抑えることができるかなと思います。シャッターを押すだけでもブレてしまうので、じゃあ行きます。はい、こんな感じですね。今切られました。で、これ今13秒間ずっとシャッターが開きっぱなしなので、13秒間待たないといけないですね。で、あんまりね、ここの下のね、川が強かったりしたら、川の流れが強かったりして、で、三脚が揺れてしまうと、それもね、やっぱり、撮影に影響してしまうので、できる限り、その辺も気をつけて撮影を行っていただければな、というふうに思います。はい。で、今、こんな感じで撮れました。いかがでしょうか。まあまあ、こういう感じで、滝の幻想、滝のね、流れが伸びてるように映っているのが、わかるかと思います。もっとこのレンズフィルターをつけるとね、暗くすることでさらにもっとシャッタースピードを遅くして、もっと深、この顔の流れが伸びているように撮影もできるんですけれども、今回はこのように標準のセットで説明させていただきました。はい、今日は説明以上です。ありがとうございます。